王立サンロレンソデルエスコリアル修道院は、スペインマドリッド県サンロレンソデルエスコリアルにある広大な宮殿、修道院、博物館、図書館の複合施設である。左右対称の幾何学的な設計で、外観は装飾を極力排除したシンプルなエレラ様式の建造物。内装は非常に豪華で、修道院の半円筒型の天井には、 学問を題材とする色彩豊かなフレスコ画が描かれている。サンロレンソ・デ・エル・エスコリアルは首都マドリッドの北西4 5キロメートルに位置する。フェリッペ2世はエル・エスコリアル修道院に居住し、政務を取ったという。グアガラーマ山脈の麓に、この複合施設は国王フェリッペ2世の命令で、スペイン王家の墓所であり、スペインの 反宗教改革の研究を目的として建てられた。これは、フアン・バッティスタ・デトレード、ジョバンニ・バッティスタ・カステッド、ファンデ、エレーラの3人の建築家によって、厳格な古典様式にデザインされ、1563年から1584年にかけて造営された。建物は、聖路連ソの殉教を記念するために格子型に形成されている。 1557年のサンイコールカタンの戦いでは、スペイン軍はロレンソに捧げられた小さな世を破壊したという。国王フェリッペ2世は、勝利を授かった例として聖人に、修道院を奉検することを決断した。エルエスコリアールの建築軍は膨大な芸術の宝庫で、あり、スペインを中心に活躍したがカエル・グレコをはじめ、ティツヤーノ、ティントレッド、ディエゴ・ベラスケス、 ロヒール・ファンデル・ウェイデン、パオロ・ベロネーゼ、アロンソ・カーノ、ホセ・デ・リベーラ、クラウリオ・コエーリョなどの芸術家の傑作が収蔵されている。火災に見舞われた図書館から書物を運び出す官員たち。敷地内には無数の貴重な古代古文書を収めた図書館がある。スペイン黄金時代美術後から18世紀頃の貴重な書籍が数多く保管されており、 歴史的価値の高い蔵書の中には一般公開されていないものもある。ここは5世紀の間、アブスブルゴ家及びスペインボルボン家のスペイン国王の埋葬場所であった。王家の霊廟には、カルロス1世、フェリペ2世、フェリペ3世、フェリペ4世、カルロス2世、ルイス1世、カルロス3世、カルロス4世、フェルナンド7世、イサベル2世、アルフォンソ12世、 アルフォンソ13世が眠っている。なお、ボルボン朝のフェリペ5世は、ラグランハ宮殿付属協会の病書に、フェルナンド6世は、マドリードのサレサスレアレス修道院に、サボヤ朝のアマデオ1世は、トリノのスペルガ聖堂に埋葬されている。修道院は、夏の間、王家の秘書のための利休としても使用され、多くの宮廷人で賑わった。 スペイン音楽史上の重要な人物でもあるアントニオソレル神父はこのような機会にドメニコスカルラッティから教わることも多かったとされているこの複合施設はユネスコ世界遺産である極めて人気の高い観光スポットで旅行者はマドリッドから日帰りで訪れることが多いなお建造物の内部撮影は禁止されているマドリードバラハス空港からエルスコリアル駅の 終点まで電車で移動でき、駅から修道院までの距離は徒歩で約30分。サンロレンソデ・ルエスコリアルの周辺都市は、マドリード・コンプルテンセ大学の人気のある、夏季コースの拠点でもある。同様に、エルエスコリアルと名付けられている、麓の町には、スペイン国鉄の同じ名前の駅がある。エルエスコリアルの近くには、世界最大の十字架のある、戦没者の谷がある。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。